こんにちは、カズ森下です。フォトグラフィックアートやミックスメディアの作品を制作しています。最初の作品は空との素晴らしい会話を表現したものです。空は自分が本当にちっぽけな存在であることを教えてくれます。それとともに普段の生活から解放してくれます。海には生命の証があります。私は波を見るのが大好きです。波の変化は無限であり、瞬間的な輝きは生命そのものです。地上では生命の刻印がよりはっきりとわかります。呼吸、創造、そして消滅、生命の営みが見て取れます。孤独や強制といったものさえ、植物には固有の活力があります。自分で動くことはできませんが、子孫を残すためのデバイスとして大きな力があります。多分人間たち以上の力が。これは夜桜を描いた日本の伝統的な屏風です。日本では夜桜を眺めながら酒を楽しみます。長く寒い冬に幕を閉じ、春のワクワク感が湧き上がる瞬間、淡いピンクの花で夜の闇を照らす素晴らしい桜、それは春の光を意味しています。心の目によって作り上げる私の作品を皆様にぜひ見ていただきたい、そう思っています。そしていつの日か私たちの心が落ち着き、世界が平和になりますように。ありがとう。If you like this video, please subscribe to YouTube at the Art House Global. I will be posting videos of the artists that I represent from time to time.